朗読「26人の男と一人の女」ゴーリキー「俺たちは全部で26人だった」というよりも朝から晩まで生地をこね巻きパンや型パンを作る26代の生きた機械が。 湿った半地下の部屋に閉じ込められていたのだ部屋の窓は緑色にこきむしてじとりとしたレンガ積みの穴に面していたがその穴は半地下に少しでも光を入れるためにわざわざ地面を掘り下げて作られたものだったそれなのに窓枠には外側から目の細かい金網が貼られ ガラスにはコクコがこびりついていたから日の光が部屋にさすことはなかった窓を金網で塞いだのは店の主人だったがそれは俺たちが仕事をなくして腹をすかせている仲間にパンのひとかけらをくれてやることができないようにするものだった。 主人は俺たちのことを「イカ様ま野郎」と呼び昼飯には肉の代わりに腐った臓物を食わせたすすと雲の巣だらけの低くて陰気な天井の下石の小箱のような部屋で暮らすのは窮屈で息が詰まった汚れとカビで まだらになっている分厚い壁の内側にいるのは重苦しくて胸くそが悪かった俺たちは朝の5時に起きて寝不足でわけも分からずぼんやりとしたままパン生地から巻きパンをこしらえるために6時にはもう作業台に向かっていた早朝から夜の10時まで 作業台の周りにいて凝り固まってしまわないように体を時々動かしながら俺たちがまだ眠っている間に夜晩の仲間が準備した柔らかな生地からパンをひねり出すまた新たに小麦粉に水を混ぜてこねるのが担当の仲間もいた巻きパンをまず夜通しする大鍋の中では 沸騰した湯が一日中寂しい猫のように憂鬱な鳴き声を立てていた。パン焼き係がその前に立って湯通しされて表面がつるんとなったパンを熱く焼けたレンガの上にせかせかと移すたびにやつが使う大きなしゃムちがかまどにぶつかり悪意のある音を立てた。 部屋では四六時中かまどがたかれ朝から晩まで薪が燃えていた炎の赤い照り返しが仕事場の壁に俺たちをあざ笑うみたいに音もなくちらちらと映っていた巨大なかまどはおとぎ話に出てくる醜い化け物の頭のようでそいつは床下から現れ 大きな口を開けて炎を吐いては俺たちの目をくらませ熱気を吹きかけてくるのだったかまどの口の上に開いている二つの通気口の黒い穴は果てしなく続く俺たちの仕事をじっと見つめていたこの情け容赦ない冷酷な魔物はまるで奴隷を見ることに飽き飽きし俺たちに 人間らしいことをもはや何も期待していないような暗い目つきでこっちを凝視していた時には賢者の目のように俺たち奴隷を冷たく叫んでいると感じられることもあったムッとする蒸し暑さの中で俺たちは来る日も来る日も中庭から足にひっつけてきた 泥とコッコにまみれ汗をぼたぼた落としながら生地をこね巻きパンを作っていた自分の仕事を激しく憎みこの手で作ったものは断じて口にしたくなかったから食事時には巻きパンではなく黒パンを選んだ俺たちは長い作業台に 九人ずつ向き合って座り何時間も何時間も手と指を機械的に動かし続けたがするべき仕事は分かりきっていたからもう自分の動作になど注意を払わなかったいつも同じ面を突き合わせお互いの顔のシワの一本一本まで知り尽くしていた。 話すことなど何もなかったしそのことに慣れてもいたのでいつも黙っていた口を聞くとすれば言い争いの時だったろうが誰かと特に仲間と口論する種は普通はいくらでもあるものだところが俺たちはその言い争いさえめったにしなかった 半分死んだようなデクすべての感情が労働の重みで押しつぶされているような人間が一体どんな悪事を企くめるというのか沈黙を恐れたり苦痛に感じたりするのは何もかもすでに話し尽くしこれ以上はもう話すことがなくなってしまったものだけだ。 俺たちのようにまだ自分の言葉を発したことのない者にとっては黙っている方が簡単で気が楽だった俺たちは話す代わりに時々歌を歌った歌はこんな風に始まる仕事の途中で誰かがふと疲れた馬のような重いため息をつき 心の痛みを和らげてくれる悲しく優しい調子の長くゆっくりとした歌を口ずさむ歌っているのは仲間の一人だ最初のうち俺たちはそいつの孤独な歌を黙って聴いているそしてその旋律がこの重苦しい半地下の部屋の天井の下で闇。み 消えそうになるとそれは大地の上に空という鉛色の屋根がかかっている湿った秋の夜荒野に灯る小さな焚き火が消えていくのに似ていた別の誰かが昭和する狭くて蒸し暑い穴蔵に静かでものうげな2つの声が流れる すると突然いくつもの声がその歌に合流するのだ歌は波のように湧き立ち次第に力強く大きくなってゆくまるで俺たちの石の牢獄の湿った重い壁を押し開くように今はもう26人全員が歌っている 馴染みの歌声が仕事場に満ちてゆく「俺たちの歌にはこの部屋は狭すぎる」「歌は壁一にぶち当たりうなり泣きやわらかな痛みで心をよみがえらせる」「心の古傷をかきむしり憂いを呼び起こす」 歌い手たちは深く重いため息をつくある者は急に歌うのをやめ仲間の声にしばらく耳を傾けたあとまた自分の声を波のような皆の歌声に注ぎ込む「<laughs> ああ」と悲しげに叫び目を閉じて歌っているやつもいる。 そいつにはこの響き渡る太い声の波がどこか遠くへ続いている道のように思えるのかもしれない輝く太陽に照らされた広い道をどこまでも進んでゆく自分を目に浮かべているのかもしれないその部屋ではかまどの炎がちらちらと 絶えず瞬いていったパン焼き係が大きなしゃもじでレンガをこするときのきしるような音や鍋で湯が沸き立つ音がいつも聞こえていたそして壁の上では炎の照り返しがいつだって同じように声もなくあざ笑うように揺れていた。 そして俺たちは自分たちの鈍い悲しみを太陽を失ってしまってはいるがなお生きている人間たちの憂い奴隷の憂いを知らない誰かが作った言葉に託して歌っていた俺たち26人は大きな石造りの建物の半地下の部屋で 「こんなふうに暮らしていた。この3階建ての家が自分たちの肩の上にのしかかっているようで生きていることが重かった」だが俺たちには歌のほかにも心地よくて愛しくて多分太陽の代わりになっているものがあった。 この建物の2階には近視の刺しゅう場があってそこにはたくさんのおはり子と一緒に16歳の駒使いのターニャが暮らしていた朝になると青い陽気な目をしたバラ色の小さな顔が俺たちの仕事場のドアについているガラス窓をのぞき込むそれからよく響く かわいらしい声をかけてくるのだゅうじんさんたちまきぱんちゃんをちょうだいこのあかるいこえをきくとみんながふりかえりかがやくようなびしょうがうかんだきよらかなかおをみておだやかでみちたりたきもちになるガラスにはりついてぺちゃんこになっているはなや 微笑むと開くバラ色の唇その奥に白く輝く小粒の歯を目にして嬉しくてたまらなくなる俺たちは我先に彼女めがけて殺到し互いに小付き合いながら丹女のためにドアを開けてやろうと必死になった誰かがついにドアを開けると 娘は大層明るくかわいらしい様子で手を前かけの下に入れたまま入ってくるそして首をちょっとかしげほほ笑んで俺たちの前に立つのだった濃い栗色のたっぷりとしたおさげ髪が肩から胸にかけて垂れているドアの敷居は仕事場の床よりも4段分高かったから汚れて 暗くて醜い俺たちは、いつも下から見上げる形になった。顔を上げて、ターニャとおはようの挨拶を交わす。彼女のためにしか口にしないような、何か特別な言葉をかけてやる。彼女と話しているときには、俺たちの声は穏やかになり、冗談も柔らかいものになった。 彼女がいる間は何もかもが特別だったパン焼き係がこんがり一番よく焼けた巻きパンを選び出すしゃもじに乗っけてタンニの前掛けの中に上手に投げ入れてやるいいか主人に見つかるんじゃねえぞ俺たちはタンニに警告する すると彼女はちょっとずるそうな笑みを浮かべて明るく答えるのだった「さようなら囚人さんたち」そして小ネズミか何かのようにあっという間に姿を消す毎日ただそれだけのことだなのに俺たちは ターニャが言っっててしまってからも長い間、彼女について語らいそれが楽しかったターニャも俺たちも周囲の環境も昨日と何一つ変わらない以上話の内容も昨日と全く同じことでしかなかったのだが 周囲の環境が少しも変わらないのは生きている人間にとって何よりもつらいそのことに打ちのめされて魂が致命傷を負うものも少なくないそれほどではなくても生きていればいるほど状況がびっくりとも動かないのが耐えられなくなってくる俺たちは 女について語るとき、いつも恥知らずな言葉を使ったそれは我ながら聞いているのがつらくなるほどだったが知っている女はどれもそうした言葉がお似合いのやつばかりだったから当然といえば当然だっただが俺たちは丹那のことは絶対に悪く言わなかった誰一人として 彼女にほんの少し触れることさえ自分に許そうとはしなかったあの子は俺たちから卑猥の冗談をただの一つも聞いたことがなかったはずだひょっとしたらそれはターニャが俺たちと長い時間一緒にいたことがなかったからかもしれない彼女は流れ星のように 俺たちの目の前で一瞬きらめきすぐに姿を消したあるいはターニャがとても若くてきれいだったからかもしれない美しいものは人間の心にそれが荒くれ者の心であってさえ必ず尊敬の念をかきたてるものだ俺たちは時計衆のような労働のせいで 鈍重な巨生牛のようになっていたとはいえそれでもなお人間であり人間であるからには何か崇拝の対象なしには生きられなかったのかもしれない俺たちにはターニャよりも素晴らしいものなんてなかった同じ建物に何十人もの住人がいたのに 地下の部屋に生きる俺たちに注意を向けてくれたものは他に誰もいなかったそれに何よりこれが多分一番大きな理由だ俺たちは彼女が自分たちのものでまるで俺たちが作る巻きパンだけによって生きているように考えていたのかもしれない俺たちは ターニャに熱い巻きパンをやるのを責務と心得ていたそれは偶像に捧げる日々の供物だったそれはほとんど神聖な儀式であり俺たちは彼女と日を追うごとにますます深く結ばれていくのだった巻きパンをやるほかにも俺たちはターニャにたくさんの助言をした 暖かか、いい服を着なななければならないとか階段を急いで駆け下りてはならないとかあんまり重い薪の束を担いではならないとかそういった類のことだ彼女は俺たちの助言を微笑んで聞き聞き終えると笑い声で答えたこっちの助言に従ったことは一度もなかったがだからといって 腹は立たなかった俺たちが心配していることを分かってもらえればそれで十分だったのだターニャはよく例えば倉庫部屋の重い扉を開けてくれとか薪を割ってくれとかいろんな頼み事を持ち込んできた俺たちは喜んで誇りすら感じながら 彼女が望んだことは何でもしてやっただが仲間の一人が自分のたった一枚の上着を繕ってくれと頼んだ時にはダーニャはバカにしたように鼻を鳴らしてこう言ったのであるとんでもないそんなことするもんですか俺たちはこの変わり者をあざ笑い それ以後は何一つ頼まなかった。俺たちは心からターニャを愛していたのだが、それで多分すべての説明がつく。人はいつも自分の愛を誰かに捧げていたいものなのだ。時にはその愛で相手を苦しめ、傷つけることがあるにせよ。愛してはいるか。 相手を尊ぶ心を書いていたために愛する人の人生を台無しにしてしまう場合もあるにせよ俺たちはタにニャを愛さずにはいられなかった他に愛せる人間など一人もいなかったから誰かが急にこんなふうに文句を言い出すことがあった なんだって俺たちはあの子を甘やかしているんだ。あの子が何だって言うんだ。俺たちはちょっと堅入いしすぎじゃないだろうか。思い切ってそんな風に話し始めた仲間を、俺たちは慌てて無理にでも黙らせた。俺たちには愛する対象が必要で、それがやっと。 見つかったところだったから26人が愛するものは一人一人にとって揺るぎなく神聖でなければならなかったからこれについて反対するやつはもうそれだけで敵なのである自分たちが愛するものはひょっとしたら 実際にはそれほど素晴らしくはなかったのかもしれないだが俺たち26人は自分たちに価値あるものが他の人の目にも聖なるものに見えてほしいと望んでいたのである俺たちの間では愛は憎しみに劣らず重苦しいのだ不尊な一部のやつらがあの階級においては 愛よりも憎悪の方が魅力的だなどと断言するのはあるいはそのためなのかもしれないだがもしそうだとすればやつらはなぜ俺たちから逃げ出そうとしないのだろう俺たちの主人は巻きパンを作る仕事場のほかに白パンの製造場も持っていたそれは同じ建物の中にあって こっちの穴蔵と壁一枚で仕切られているだけだったが白パンを作っている四人の職人は自分たちの仕事がより清潔でだから上等だと考え俺たちと距離を置いていたやつらはこちらの作業場に立ち寄ろうとはせず中庭で出くわすと馬鹿にしあざ笑った。 こっちもやつらのところには近づかなかったがそれは俺たちが甘い白パンを盗むのではないかと心配した主人に禁じられていたからだ俺たちは白パン作りのやつらが妬ましくてだから好きではなかったやつらの仕事は俺たちより楽だったし稼ぎも上で 出される食事もよかった白パンの成城場は広々として明るかったそれにやつらはみな清潔で健康だったから俺たちは嫌な気がしたこっちと来たら一人残らず黄ばんでいるかくすんでいるかで梅毒持ちも三人いたし何人かは 海鮮かきだった。一人などはリュウマチのせいで体がすっかり曲がっていた白パン作りのやつらは祝日や仕事が休みの日にはスーツを着込みキュウキュウ鳴る革靴を履いてめかし込んでいたアコーディオンを持っているやつも2人いた。やつらはみな 町の中央公園に遊びに出かけたが、俺たちの方は、汚らしいぼろ服を着て、履いているのもどたくつか、木革のつっかけだったから、おまわりに公園に入れてもらいさえしなかった。これでどうして白パン作りのやつらを好きになれるだろう。ある時、俺たちは、やつらの一人が飲みすぎて、 はめを外してしまったこと主人がそいつを首にして別のやつを兵士上がりを雇ったことその新米がいつも主ュの直帰に僅差の時計をぶら下げて歩いていることを知った俺たちはその建物をこの目で見たくなりひょっこり会えるんじゃないかと期待してガワルガワル 中庭にに出てみるようになっところがやつは自分の方からこっちの仕事場にやってきた足で蹴っ飛ばしてドアを開けそのまま敷居の上に立って話しかけてきた神のごご加護、ごきげんよう、諸君。冷え切った空気が白い雲のようになってなだれ込み足元で渦を巻いたが かまわず敷居の上に立って俺たちを見下ろしていた巧みにひねってある金色の口ひげの下から黄ばんだ大きな歯が光って見えた着ているジョッキは少し風変わりだった青地に花模様の刺繍がちりばめられ全体がキラキラしてボタンは赤い石か何かでできていた そして金の鎖この平士上がりはとても背が高くバラ色のほをしていた健康そうで見栄えがする明るい大きな目が愛想よくこっちをしっかりと見ていて感じが良い固くのり付けされて高く筒のようになった白いコック帽を頭にのせ清潔で しみつない前けの下かのらピカピカに磨かれたはやりの靴の先っぽをのぞかせていた俺たちのパ焼き係がドアを閉めてくれるよう丁寧な口調で頼んだやつは慌てずにそうしてから店の主人のことを根掘り葉掘り尋ね始めた 俺たちは先を争うように「あいつは手だれのべ天使しだの」「詐欺師だの」「悪者だの」「暴君だの」「口を極めて主人について言えるだけの悪口を」「あるいは言うべきこと」「したがってここに書くことができないようなことを言って聞かせた」「平氏上がりは耳を傾け口ひげを動かしながら」 柔らかな明るい眼差しで俺たちのことを見ていた。そして突然、ところでこの建物には女が多いな」といった。